はい、ということで始まりました記念すべき第1回目ということで、今日はですね、まあもうこういうのをもし始めるとしたら、もう絶対この人しかおらんなと、俺の横にもうずーっともう喋りたくてしょうがなさそうな、登場するかやっぱり、はい、あ確かにそうですね。ということで、俺がね、もうとにかく東京出てきてもう30年以上経ったんやけども、はい、もう東京出てくる前から知ってる、もう一番音楽仲間で一番古い、うん、もう戦友を今日は呼んでます。しげちゃんです。イエーイ。イエーイ。しげむらまさおみっていう名前なんやけど、今はね、もうじんしげむらというかっこいい名前でね、ねやってて。もう19年前にね、改名して。改名して。うん、今しげちゃんっていう人はね、あんまいないんですよね。そう、しげちゃんっていう人は結構貴重なんじゃ。まあ関西ではしげちゃん、そう、関東ではしげちゃんって。しげちゃんか。あ、そうそう。あ、それはまだ、ね、上か下かみたいな。まあどっちでもいないけど、絶対しげちゃんやから。どう考えても。そう、しげちゃんとの出会いは、うん、もうそもそも高二やね、あれ。高二。高二のね、うん、あの四月にこうクラス入ったらさ、あいうえお順でしょ。うん、もうしげ村滝川でしょ。お後ろおったわけ。おお、覚えてない、後ろからねトントンってやってきたっけ、喋ったことないの、いきなり慣れ慣れしてたんやろってね、でなんかドラムやってんのやろって言ってくるわけ。おでドラムやってるけどちょっと教えてほしいとか言って、お俺ちょっと やってみたいって言って、それが最初やね。そうへえ、覚えてんなー。覚えてんじゃ、とりあえずうちにドラムあるから遊びに来ないって言って、ほんで現地ありで来てね、そう、うちの米に蔵があって、米蔵があってな、そこで叩いてよくよく叩いてるね、あそこでね。で、まあ、教えてもらったんやけど、まあちょっと今だいぶ端折ったけど、うん、でもまあ出会いは俺ももちろん覚えてなかったんやけどだけどもうこれ紛れもなく何の作り話でもなく、俺はこのしげちゃんに憧れてドラマ始めたから。そう、知らんかった。まあ憧れてっていうよりもね、俺はもう根っからのスポーツ少年で、うん、もうドラ高校までその音楽のおの字も興味なくて、むしろもうあの時代やから、うん、もうピアノとか弾いてる男とか見たら、お前そんなもんお前女がやるやつやんけみたいな。確かにピアノ習ってたけど、うん、隠れていてよやろ、ちょっと今日用事があってピアノ弾いて、うん、そうそうそう、で中学吹奏楽部で、で多分高校の時に文化祭で叩いてたよ、うん、そうそう、ほんで高校の時文化祭で叩いてて、うん、で俺はだからそのまあアイドルとかそういうのはテレビから流れてるの見たりしてたけど、そのドラムとかも全く知らへんし、でなんかその文化祭で、うん、まあ、あの時代はもうほんまに空前のバンドブームでな、みんなバンドやってたわけよ。でドラムなんかえらいうまいやつがおるなと思って、でまあめっちゃかっこいいなと思って、でこれはちょっと俺もなんかあれだったらできると思ってんな、その音楽は興味なかった、他の楽器もあるけど、そうそうそう、あれならできそうだって、そうなんかこうギターとかちま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 こうやってもうこんな細かいの無理やでと思うし、ピアノもなんかどこ押されたらあの音するか分からんし、うん、もうドラムはとりあえずぶったたいたらなんかこうとりあえずトーン言うてバーン言うてほなクラス前にいたわけクラス外になったら、そう、偶然前にいたと。であのアホみたいに達者に叩いてるやつがもう目の前におるから俺はもう声かけないわけがないない理由がないと。そうですね、それも運命的なもんね。そうね、あクラス違ったらやらなかったかもしれないしね、うん、だから多分しげちゃんってやってなかったら俺多分絶対ドラムやってないから、もう今何してるんやろね。お前ね、うん、でもあんだけど、でも僕は全然プロになるけん、もう身にもなくて全然、ね、あそうなんか好きやからやってるだけで、ほんともう1年くらいプロになるって言って東京行くっていうからね、そう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 、いやびっくりして、いや僕そんなもん絶対無理いかないかん言うてそれがまたおもろいやん、ね、だってしげちゃんはもうこう中学の時からドラム叩いてて、うん、もう割とその界隈で結構有名人ぐらい上手かったわけよ、一人だけで、で俺はまあそれで高校の時始めたとかやけど、まあ俺も極端やからね、始めるやるからにはもうプロになるってちょっとそういう性格やからだからまあ知らないからこそそういうこと言えたんちゃうの。いや、そんなことないと思うよ、うん、それやっぱこう熱いっていうかね、学校ね、それ結構冷静やから、こう必ずこう公務員になってやなってこう、なるほどね、固い固くね、なかなかやっぱミュージシャンになるっていう道に行く、問い込むっていうのはね、なるほど、うん、じゃあまあ逆に言ったら最初は俺が引っ張ってもらったけど、 そうだね、その後は俺が引っ張ったぐらいの、うん、まあ、僕の場合は変わって大学まで行って、そうやで、ほんでドラムの先生になったよね、そう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 、兵庫県で、そうジャズ叩けないのにジャズを教えてたって、それでね、うん、これはいかんっていうかね、うん、このままで終わんのもなんかね、うん、さ就職したわけよ、大学辞めてそこに、うん、それでここで、えっそうなんや、うん、半年だけ、あそれは知らんかった、だから大学でドラムスクールやろ、そう
そうなん、就職したん、生徒やってんけど、まあ、先生にならないか言われたから、ほんでまあ嬉しいやん、先生になれるドラママガジン、まあ、これ乗るし、まあ、いやプロになれるな、ドラママガジン乗ってて、いやほんで俺さ、俺が言おうと思ってそれほんで、ほんでだったんやけど、やっぱほらこう演奏してなかったから、一生先生で終わりたくないって言ったら、もっと、もっと演奏したいって言って、ほいで大学辞めたし、大学も戻るわけにいかんし、先生辞めたらやるないやん、ほんで学に言ったら、じゃあ東京来たらいいやん言うて、ほんで三沢さんとかならないんだよね、そうやな、もっと待って、カノブスに行って、これもちょっとまただいぶ端折ったから、ちょっと言い直すと、俺は高校卒業しました、うん、次の日にもう東京に来ました、で、海老沢和弘さんという、もう大師匠にもう弟子入りして、そっからもう来る日も来る日ももう一から、でそれまでね、うん、俺実は高校の時にもう俺もやると決めたらもうガッてやりたいから、うん、もうこの辺でじゃあ一番いい学校ないかっていうことで、あの一緒の学校でちょっと行ってたよ高校の時に、行ってた行ってたな、うん、あの師匠もだって未だにもう忘れへんやろあれ、うん、クズさんの、あ、じゃあね、覚えてるの、覚えてるの、道下のね、道浦さんっていう人 もうめっちゃめっちゃうまいねんって、うん、ね、習っとった印象にね、よく今だに話すけど、うん、今でも超えてないんちゃうかっていう思えるぐらい本当に素晴らしいドラマで、あの人はもうあの今なきあの日野元彦さんずっと習ってて、それで手戻りで大阪に行って、でそれで習っててな、2人で、なんで結構ね、あの高校の時からもうだいぶ2人とも上手くなって、で難しいことやってたん、いろいろ、そうやね、もうそれこそなんかポリリズムなのパラディドルなのそのテクニック的なことをもう高校の時に結構やってて、だからその時にさ、あのドラムではできないことないってことやろ、そうやんな、だから無敵やったよ、もう何か全てのルーディメント覚えて、いや僕あの譜面があれば何でも叩けるんだよ、そうそうそう、ゴーゴーしながら世の中知らんからね、そうそう、いや平方で一番甘い、あ、平方って大阪の平方市、平方市で一番甘いんじゃんかなって勘違いをしてた、ね、勘違いしてた俺ももうシリーズはもうそろそろ超えれるかも二、ね、人とも自信満々で、それで俺東京出てきて、で海老沢さんとも弟子入りして、うん、もう初日にもう思いっきりはなんかもうポケーって鼻の何を折られるんやったっけ、あれなんとか鼻の何とか折られる言うやん、なんかもうほんでもう最初俺がバーって自信もで、海老沢さんに今忘れませんけど、なんか好きなものちょっと適当に叩いてみろって言われて、ほんでダーってもうそこで覚えた、もういろんなテクニックやって、もうであのポリリズムとかダーってやって、そしたらもう海老沢さんに、なんだこれはみたいな感じで言われて、もうなんかもうそれはさーって、お前どういう教育受けたんか知らんけど、それあの子供生まれたての子供になんかずっとステーキ食わされてて、お前はって腹壊しちゃってるよ言われて、で俺はもうあのコンディーザーミルクしか与えないでもうその初日に言われて、ほんでもう1年間ミルクしか与えてくれへんかって、もう一つずつとかやね、これもうこれ一緒や、これのもう一回でかいやつ、うん、でこれ1年間もうこっち触らせてくれへんかったから、ほんでもうずっと一つずつとかそういうのやらされて、うん、やらされてっていうのもあるけど、今思ったらそれがあってね、うん、でそれやってたわけ、それで片谷しげちゃんはその頭良かったから、なんか同じ高校やの、なんであんないい大学入れたんや、ほんでまあいい大学入って、でなんかドラムも当然上手かったから、その門前ドラムスクールっていうところから、まあ今社員だったのは初耳やけど、まあでも衝撃的なドラマが乗ってるわけよ、俺はずっと一つ打ちしてるわけ一つ打ちしてて、なんか片やなんかしげちゃんドラマ画の先生の講師で入ってて、なんじゃこれや思って、でまあでもその1年後か、まあ忘れたけど遊びに来たわけよ東京に、で一緒にこれを持って俺の近所の公園に行って、でバーやったらしげちゃん、あのしげちゃんここは忘れてると思うけど、うん、俺のテクニック結構びっくりしたわけ、ほらっつって、なんかめっちゃ上手なっとるでってそ覚えてる、その辺の覚えてへん、覚えてないほんで多分絶対これやばいぞと思ったと思うねんな、うん、ほんでちぐちゃんね、じゃあだったら東京来たらええやん言って、うん、で来る流れになったよな、ね、1年遅れか、うん、1年半ぐらい、1年半遅れぐらい、うん、なんだから、うん、そっからじゃあ俺の師匠紹介するよっつって、うん、デイビサーさんとも一緒に、俺がさっき、まあ俺はだから一応兄弟子やからね、うん、じゃあ海老沢さんのところで言うとね、だからそれでしげちゃん1年半後に入ってきて、まあだけどもうしげちゃんうまいから、うんうん、もう速攻でもう俺とはもうあの最初しげちゃんがこうで、で俺が一応頑張ってこうで、もう入ってはもうすぐ一緒ぐらいになって、そっからもう比べられるかのように一緒にもうなんかレッスンとかもね、ドラム3台やって、海老沢さん俺しげちゃんみたいな感じでずっとこう
しばらくやってね、ほんでもう切磋琢磨してそこで、まあだけどね、まあ、しげちゃんはねはっきり言ってうまいね、マジでもうずっとうまくて、でまあそれはまあまあこれちょっと後で話してもいいけど、全然タイプが違うね最初からも、うん、まあ喋るこのテンポも違うの分かる、しげちゃんの方が大体俺より口数倍ぐらいない一緒に喋ってて、ドラムも音数俺の倍あるから基本的には、だからもうよう動くわけよ、うん、ちょろ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 もうこちょ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 もうめっちゃ動くわけだから、もうこれはこのまあだけど逆に言うと最初の俺しげちゃんっていうのが近くにいるいたからこそ俺は手数ドラムを目指さずに済んだのかもしれないね、あなんかもうドスンでもう勝負するしかないやろみたいな、でこれはもうガー動くから、でも自分にはあんま動くって言わんよな、いや思ってないから全然思ってないよね、動くじゃないよ、ね、あそうなんですか、だから意外と自分のことって分からへんねんな、客観的にあれしないと、もう俺からしたらこんな動くやつおらんしこんな喋るやつもおらんからだからまあとにかくこうね、まあ動くがよくればジャンルもあるもんね、まあまあやっぱポップスに人が乗っとかすと、そのまあいろんなポップスあるけど、そうやね、ジャズやるときでもさいろんなジャズあるやん、まあだけどそんなことそれ今やから言えるけど高校のときそんなこと関係なかったまあ高校のときはやっぱりねあのとりあえずいっぱい並べていっぱい叩くのがかっこいい、最初スタートはね、そうやね、まあ、派手なものに興味がいくやん、まだ何もわからんからグループなんてわからんしさ、まあそんなのそれはわからんよそんなのね、当時はそれ生徒さんって何名ぐらいいらっしゃったんですか、海老沢さんのところで。あ、20人ぐらいいたからね、常時20、30ぐらいは常時いたんちゃうかな、うん、でまあ坊やが一人だけ僕は過去の学紹介状があってね、行ってお前明日から俺の坊やだって言われて、その日に鍵を受け取り翌日から坊やになった、うーん、なぜかそれが4年間ね、スピード出世やで、出世なのかね翌日突然だってこっちは東京道まで車でおおみたいな、なんかそんな感じ、いやだから一緒によくまあとにかく地図をね、うん、あの頃はもうナビも何もなかったから、うん、地図でもう翌日海老沢さんどこにどこのルートでどうそこまで行くかってめっちゃ予習したもんね最初はね、うん、そのぐらいしないともうだって道間違えたら怖いからね、ただでもそういうのもめっちゃ鍛えられてるね今と、うん、今となってはかなりすごい尊厳な師匠だっていうか、いやかなり頭が上がらないみたいな感じ、まあ、頭上がるわけないし、もうなんともこれ多分海老沢さん見る可能性あるからね言ってもこれ呼ぶことある、ここに、ね、これくらいやいや人欲しいよね、ね、それは1回ぐらいね、1回ぐらいはそうですまあ、だけどね、周りはやっぱりその、え、なんでそんなに普通に師匠に会われへんのとかよく言うけど、うん、いや、やっぱ俺らからしたらちょっと、なんていうかな、やっぱ違うわけよ。やっぱ師匠、一生変わらないじゃん。一生もやっぱ変わらへんし。もう4、5回ライブ来てくれたけど、うん、もうそこの後ろに座ってるだけでなんかね、なんかもうなんか何もう言葉にならへん。空気が変わるっていうかね。ね。大体同業者が来たら大体その時点でちょっと意識するじゃん、大体、うんうん、ね、まあね、ゼロにはないけど、江戸さん後ろ座った時はね、江戸さんはちょっともうびっくり、当然大体本番に急に気づくわけ、どっかの時も映像したら毎回入ってきて、おおとかね、あと ステージ上がってたらここに座ってたりしてまあだけどめちゃくちゃもう愛があるよやっぱり、だからそこはもう俺らは継承してると信じたいしまあ愛があるよね、俺はもう忘れもせえへんけど、もうまあジャズ初めても初ライブに近いぐらいのライブに、やっぱりひょろっと、あれしげちゃん一緒に来てくれたんちゃうか、しげちゃんじゃないか、誰かその当時の坊やと一緒に多分来てくれて、お客さんがまあ5人ぐらいしかおらんかったわけよ、でそのうちの海老沢さんと坊やが2人っていう、で俺らも一生懸命演奏してたわけ、ほんでまあとにかくもう海老沢さんもそのテーブルいっぱいに料理並べてめっちゃ食ってくれるわけよ、で後で聞いたらこれちょっとでも食べたらこいつらねちょっとでもお金が入れねえやと思ってめっちゃ食ってくれたらしいんだけど、チャージバックやから見事にそのお金は俺らに入ってこへんかったっあそうですね、あるし、あとなんかそのまあ普通ライブレストラン的なとこやからみんなまあ喋りながら見る人もいるやん、だけどこう喋ってる人にもういきなり海老沢さんがわーって言って、もう俺演奏しながら「おい海老沢さんどこ行くやろ?」と思ったら、「いやーまああいつらさ一生懸命演奏してるんだからさちょっとおとなしく聞いてくれるか?」っつってこう言ってくれたりとか、
まあちょっと考えられへんなっていうぐらいね、うん、まあ愛情もあって、うん、そう、そういう人なんやけど、もう振り幅がすごいよね、うんうん、まあだけど怖いっていう部分もあるし、まあでもそんなとこで2人ともやって、まあ俺らだけじゃなくて、もうほんと海老沢さんのお弟子さんっていうのはもうほんとプロになった人いっぱいいるしね、まあ俺らもまあなんとかこう頑張っていまだにね音楽で飯食えてるけど、うん、まあ、まだまだね頑張らなあかん立場ではあるけどね、まあでもね、しげちゃんと俺はだからそのまあまあ知らない人もお互いのこと知らない人も今見てくれてると思うから、まあ軽くあれすると、もともとしげちゃんはまあいまだにこう言われるのかっていうかもしれないけど、まあ X とかね、そういう割とハードロックとか、うん、まあそういうのを結構出会った時はやってて、高校の時は。で、かたや俺はまあ X のコピーもちょっとやってたけども、メインとしてはどっちかというとこうリンドバーグとかパーソンズとか、うん、なんかそういうちょっと当時流行った可愛い感じのことをやってて、で、しげちゃんなんか激しいことやってたもんね、すごい。まあそこからすぐ洋楽にね、お嬢ゾーンとかさ、そうそうそう、そういうリファブとかそうそうそう、そういうだから、まあ、まあ、ジャズを知らなかったもんね、うん、田舎にいながら、いわゆるジャズとかフュージョンとか、うん、音楽を知らなかった、うん、そういうね、だんだんそれがね、そうやね、やっていくうち分かっていて、うん、でも知らん間にだってもうバリバリなんかジャズとかもう、まあサンバが今だから一番メインなの、サンバ、うん、ジャズみたいな、そっちの世界でもう、ラテンとかジャズ多いね、サンバ、そうね。だからなんかほら仲はいいけど、やっぱドラマー同士だからそんなに別にしょっちゅう会ってなんかするっていう、まあ練習してる時はしてたけどね、だけど、うん、それじゃなかったから、気がついたらなんか名前は変わるわ、なんかプレースタイルはどんどん変わるわで、気がついたらまあジャズの世界で結構有名になっちゃってるし、でこっちはこっちで逆にもう俺の方がでもジャズ目覚めたの早かったで、本当は、うん、本当はジャズ俺の方がさっきやってたんやけど、しげ、うん、ちゃんにもその辺全部取られて、で俺はもうどっちかというとやっぱりそのままポップスとかも好きやったし、どっちかというとブラックミュージックみたいなとこ憧れがあって、でまあそういうバンドを結成してデビューしましたっていうのがあって、でちょっとまあ全然ちょっと違う世界に行ったよね、うん、まあじゃあ自分では別にこの世界にあえて選んだわけでもなく、まあ、4年で、でも、まあ、月6回ぐらい海老沢さんの靴横で聞いたでしょ、うん、そういうのもあんのかもね、あちょっと横でジャズ聞いて、うん、ビッグバンドとかいろいろね地方行ったりとか、ね、そうやね、それがその時分かんなかったけど、うん、聞いて曲も覚えて、うん、って感じだな最初はね、ま、結局はだから自分がなんか歩んだ環境っていうものがそうそう、まあいい意味でだから素直なんじゃん、うん、それですごくそういう、うん、まあで結構容量がいいわけよ俺からしたら、そうそう、調量はいいやろ、調子ええやろ、なんかこうもう人と合わせるのうまいしっていうので、なんかやっぱりドラマーとしては持ってなんか大事な部分も結構持って自然となんかこうなんかね、でもサンバなんかもさ、うん、サンバ聞いた瞬間好きになってバーッと飛び込んだわけじゃなくて、うん、なんかスタートしたバンドがね必ずサンバの曲2曲ぐらいやる、オリジナルとかサンバ全然踏めなかったの、でシーポンプで踏んでたら怒られたわけ、はいはいはい、別の人にちゃんとやれよみたいな、いやサンバできないから毎日サンバで練習しないほんでなんかサンバの方がなんかさ、サンバの方がなんか、まあまあね、なんかこういろいろもっと知りたいと思って、ほんでまあサンバチームに遊びに行って、こう田んぼにバーとかソロでやってるうちになんかサンバのことが分かってくるじゃないですか、それがきっかけだな、なるほど、だからなんかこう自分の人生もさ全部自分でこう行きたいってわけじゃなくて、周りの流れでこういうの やることがあるでしょ、そういうの、やることになったから気づいたらそこにはまってたとかね、まあ、それでいうと今俺があの奇跡 の、うん、去年社長に就任したというのがもうまさにそうやわ ね、うん、ああまあね、そんな社長になるなんてまあ社長になるべく生きてるわけじゃないもんね目標はね全然そんなないけど、うん、もうそれはもう奇跡のやっぱ運命的な出会いがあってやっぱり社長になったっていうのもあ、まあ、人生そういう全部そうかもね、まあ、そういうもんや、だから今の自分がいるのはみんな周りのさ、こう周りのおかげというかさ、いろんな人がいて自分がいいのかなと、そうそうそう、うん、本当周りのおかげやで自分なんて何一つできんだろうなっていう音楽やってるの全部人からもらうなんかね、うん、こう経験で得たものっていうのはねすごいなと思う、まあでもそれを素直にねちゃんとやっぱり吸収してやってるっていうのが、うん、まあしげちゃんだからほんまにまあ羨ましいぐらいなんかどん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 いろいろ活躍したし、そんなことないよ、そんなことないですよ、でもやっぱりこう一番うん、最初に丸田さん始めた時がね、うん、あ丸田さんのドラム やるようになったんやって、まあその時に名前変わったよね、そん時かで丸田さん出会って、うん、その2回目の時に、うん、裏に呼ばれて、うん、お前俺のバンド入らないかって言ってくれて、うん、
で、まあ、はい、やっぱりぜひぜひっつって家帰ろう、まあ、そこまでよかったね、入って、で家帰ったら名前考えたからって来たメールが、で見たらジョー・シゲムラ・ジュニアって書いてあった。ジョー、うん、ジョー、おお、シゲムラ・ジュニアしかも、いや、ジュニアもついてるじゃん、ジョー・シゲムラ・ジュニア、これなんどういう意味でしょうかって言ったら、マルタさん本名だからね、マルタ・ヨシアキって言うんだけど、ジョー・マルタって名乗ってたのね。あ、そうなんだ。いや、そのジョーをお前にあげる。ああ、そういうこと。襲名か。まあ、その襲名者からジュニアつけて、ジョー・シゲムラ・ジュニア、いいじゃないかっつって言われたから、いや、ちょっとあのジョーってキャラじゃないし、いや、明日のジョーもジョーだしたっつって、いや、ジョー、なんかジョーって言ってたら、言ってたら、他なんかあるかいだから、いや、プリ、あの、バーナル・バーディみたいにね、シゲムラ・プリティ・マサワミダメですかっつって、ダメなの、こんな笑いみたいな。って言われて、ほんで、なんか名前に関係あるやつはないですかっつって。そもそもなんか、その名前つけなあかんかったの、それ。いや、つけなが理由が。マサワミじゃあかんの。いや、マサワミってのお前なんか政治のせいに、うん、大臣の陣ってお前政治家みたいだから、うん、もっとミュージシャンだから、うん、かこういう名前がいいんじゃないか。でもそれはもうありがたいな、今思えば。そう、で、オミがね、陣って読むでしょ。だから陣、重村って。え、オミが陣って、オミって俺大臣の陣だから。そういうこと、うん、へぇ、そっから来たん。そうです。俺初めて聞いた。それはだから陣、陣、重村ね、陣が陣、重村が陣、重村だったって。そうそう、それはあ、じゃあご自身でもそこを考えたんですか。まあ、マルタさんがね。あ、そのだから僕はジョーを拒んだからね。じゃあ他のでって言った時にそれが、へ、うん、そうなんや。いや、最初うちの母親に相談したけど、やっぱり名前は親に聞いてた。まだまだ親は、だって親からも授かった名前変えたわけやから、ね。また母親はね、マーブル重村がいいんじゃないかって。マーブルってあのね、なんかマーブルチョコとかかっこいいやんか。マーブルって何かいいよ、大理石。よし、あらちゃん、それはまあ名前、まあ、マルタさん英語があるから、マーブルはダイよって言われて、それでジーンになったと。へー、まあでも、ちょっとだいぶ俺も馴染んできたかな。さすがに、いやいや、ジーンってなんやねんみたいな、俺の中では。いや、最初言っても、いや、さ、もう19年とかやけど、帰った頃はみんななんか、こう、嘘やろみたいな、もう、お前何してんねんみたいな感じだったけどね。今じゃもうそこから出会った人いっぱいいるからね、違和感なく。自分でも最初さ、じいちゃんとか言われて、じいちゃんとか言ってるのかと思って、あ、僕みたいな、うん、そんな感じ。まあ、だから俺、だから、しげちゃんとこう、おらんときに、例えばどっかの ドラマの仲間とかでさ、うん、音楽ミュージシャン喋るときに、で、俺、しげちゃんとむっちゃ仲いいやん。だから、しげちゃんって知ってるとかたまに言うわけよ。だから誰も言わん。いや、じいしげむら知ってるって言ったら知ってるって言うから、だからそういうのが結構増えてきたから、じゃあもう俺もちょっと一応陣重村ってそろそろ言わなかったのかな。いやいや、やっぱカタカナがついてる人少ないからね。そう、一緒にいる時はもちろん重ちゃんだけど、まあ誰かにこう言う時はやっぱ陣重村って言っとかないとこう分かってくれへんから。あ、そうか。そう、いや、ガクもそうじゃない。滝が判定してるっていうのさ、ガクって言ったら分かる人もいる。まあそれは、まあ、このその人のね、まあそれはね、名字でパッと分かる人もおるけど、名字が有名な人と、ね、俺だからそれは滝川話で言うと、うん、高校の時、まあこれはしげちゃん覚えてないと思うけど、あの誰か先生が滝川くん言った瞬間誰もわからんかったっていう。滝川ってこのクラスおったかみたいな。みんなガクとしか呼ばれてない。ああ、そうなんですね。そのぐらい、うん、滝川って誰やねんみたいな。やっぱ俺みたいな。名前がいいんだことあるとさ、みんな名前で呼ぶじゃん。名字がね、よっぽどこのあれだったらそっちになるけどね。そうや、ね、やっぱりガクって言ってガクって。うん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 。確かに。昔フォードの時は滝川って書いてなかった。ガクやったもんね。いや、あなた滝川学部書いてた。フルネームやけども、学部としか呼ばれてなかったって。やっぱりね。確かに、うん、でも今でもそういうの多いじゃん。名字ない、ないほら、うん、名前だけ言うね。はいはいはい。うん、でも学部っていうのはもう学徒っていう強力なあれが、そうそう、おるから。あるからね。そう。だから、まあ本日の時、学部って言っても、え、学徒みたいな感じになっちゃってるのはちょっと、しかも年齢も近いよね、確かに。あ、そうそう。同い年か1個上ぐらいも、ね、うんうんうん、でもガクトがついててよかったやん。そう、まだね、ガクともガクやったらさそうそう同じ名前それはもう俺も変えるしかないわね。それはもうしょうがないわね。そう、まあ、そういう感じやね、名前はね。へー、そう、うん、じゃあちょっとジーンさんの今の現在のなんか活動とかってどんな感じでやられてるのかな。現在はね、あの前はやってなかったあの 3,4 年前から自分のリーダーセッションが始まって、そう、それでね、素晴らしいね、また、まあ、コロナ禍になって、うん、まあいっぱい時間があるじゃない、うん、なんか CD 作りたかったけどずっと、はいはい、で今だったらこうもっとこう考えたり準備できるなと思って、うん、これで作った CD がね、うん、持ってきたんですよ、うん、これ学にプレゼントしようと思って。マジでこういう CD が、うわー、めっちゃ嬉しいね。俺見えるね、す
晴らしい。これっていうかね、もうリーダーアルバムをもうやるって素晴らしいことやから、うん、こんなの。いやなかなかでもこのこれ思い切るまでがね、ガクのそのまあ、ね、その社長の話はまた別かもしれんけどね、うん、何事もこうさ飛び込むときに迷うでしょ。これやばかな、やばかな、でも迷ってるよりはね、やった方がいいかな。まあそれはやった方がいいに決まったね、前よ。でこれがきっかけでなんかね、こう自分のリーダーがやることが増えて、うん、さっき毎月ぐらいなんかやってんけどね。いやこれリーダーできてるってほんまにすごいよ、マジで。これはちょっとじっくり聞かせてもらうね。素晴らしいね。でこれで、うん、コンサートとかやってるやもんね、リーダーバンドで今。そうそう、あコンサートといえばもう一個やってるの。これ一応コンサートがね。お、そうこれ。これみんな行こう一緒に。っていうね、1月30日にね。すごい立派なチラシ作ってちゃんと。板橋区立文化会館大ホール。今年もやったんやけど。おこれ板橋区アーティストのね。すごいよ。アーティストバンクっていうのはそれの支援でやれることになったっていう。板橋区の人が協力してくれてるってこと？板橋区にはね、あのアーティストバンクが登録すると。ほう。こういうのやるときに支援してくれる。すごいね。まあコロナだから去年とか同時ね。川口市もやってもらわんと困るねこれ。ちょっと市長に言いに行かないと ね。やっぱそういうの大事やね。そうそうそう、素晴らしい。なかなかね、こういうホールで企画しようと思ったら、これ1200人も入るからね。なかなか広いんで、もしよかったらね。すごいね。これアーティストが出る人は誰が出るんや？ここに森岡弘樹。なんかいつも一緒にやってる人と違うくない？これ。彼はあの CD に巻いていつも、うん、ここ最近このトリオでやってるの。それにゲスト。なんかあんま見た感じ、あんまジャズの人って感じじゃない。じゃないよ。違うよね。うん、ソウル系のボーカル。ソウル系の。まあ、今回、板橋区はコラボ募集してて、うん、板橋区なのね、うん。コラボ。あ、そういうこと。そうそう。板橋アーティスト。で、僕のトリオとコラボ。うん、で、ジェイ。なるほど。そうそうそう。素晴らしい。川口氏もぜひね。そうやね。こういうのやってほしいね、うん。やってほしいっていうか、自分で発信しないと分かんないのかな。うん、俺もいずれちょっとリーダーできるようにちょっとね。これも一枚もらってたから CD の。ああ、もちろんもちろん。ちょっとこれね、もらっとくというか下に置いとこう、後でな、うん。下にこれ置いとくんでみんな。うん、スタジオ CT に来た際にはこれをみんな持って帰ってくださいね、これ。CD と。素晴らしい。これはすごいわ。これはすごい。これで、これまだ立派な、ちゃんとこれデザイン誰か友達とかやってくれてんの？そうそう、プロの人はね。すごいね、うん、めちゃくちゃいい感じやね。意外とね、しげちゃんってあの意外とっていうか、こういうとここだわんねん昔から。そうだけどね、結構まあ俺からじゃちょっと独特なあのセンスはしているところあるんやけど、独特、まあ、洋服も結構、今日はあのなんか知らんけど地味なんやけど、うん、まあなんか派手ななんかもごっちゃごちゃしちゃう服着てるよな。これごちゃごちゃしてるけどね。これなんかもうピアスとかなんか負けちゃってるから、うん、もうしげちゃんこれいつ開けたんそれ。これずっと前やけど20年前ずっと前な、うん、なんか知らんけどピアスなんてなんかこう色気づいたなと思ってもうそんな感じです、うん、なるほど。で今そういう形で今活動されてるとまあコラージュの自分のでね、まあでもいろんなねセッションとかセッションとかいっぱいやってる、演歌の人とかやったりとかね、うん、いろんな活動を、されてるわけですね。そうノージャンルでやってます。なるほど、まあ、ハードロックだけやってないね。まあ本当に、まあやっぱハードロックとかは、ロック気はないね。もともとやってたって言っても、そうそうそう、もうやっぱりね、タッチとかがもう、変わっちゃうね。もうね、ハードロックだけはちょっと、やらん、特殊能力やでな、あれは。スラッシュとかも今無理かもね。とか早いのは。うん、ていうか、そもそも、やっぱタッチが違うわけよ、うん、もうなんか、そうやね、うん。軽くやっちゃうもんね、今だったら、大体全体的にね。だもうハードロックバカーンいかないとやっぱり成立する。まあどんな音楽も強いんやけど強さの方向が違うもん、ね、方向が違うもん、ね、音量とかね、うん、音圧とかねタッチが、ね、俺なんかで言うとそれあんまずっと最近あの最近というかやっぱ海老沢さんとか入ってそういうちゃんと柔らかく叩くっていうことを覚えてやると、うん、まあハードなことがやっぱできな逆にできなくなってでそれまあちょっとしたきっかけであのゆかえさんとやることになったや、うん、何年か前もうそれでももう15年以上前とか、うん、最初に行った時の俺も今でも覚えてるけどもうね周りのミュージシャンの音に圧倒されてで
とにかく俺は目いっぱい叩いてるつもりやのに、うん、自分の音聞こえへんわけよ、うん、ほんでもうあのスティック逆さまにして思いっきりフルバーで叩いて、それでもなんか打点が全然マジ聞こえへんみたいな、それでちょっと俺これあかんなと思って、もう一回ちゃんとロックもできるようにせなあかんなっつって、あまあでも、ね、ずっとそれからゆかりさんもやらせてもらって、そこから経験詰まわせてもらったから、まあある程度のロックはできるけど、でもハードロックとなるとやっぱり未だに無理やろうなと思う。やっぱりちょっと違うよね、うん、まあそれはやっぱピアノトリオでね、こう例えばジャズやるときにコントラバスの生とか、うん、その環境とその環境も全然ね、まあ全然違う、ね、もうちょっと指で振ってくれる音が聞こえるときと、そうやね、ね、そのそんだけの音圧とね、うん、パワーが必要ですよね、あるから。そんな中でなんか今ちょっとドラムの話になったんですけども、うん、なんか演奏中にここを大事にしてるとか、こういうところを考えてるっていうのをちょっと一つ聞いてみたいな。やっぱりまずいい音色出し、いつも出したいなと思って演奏してるのと、やっぱりドラムのためのフレーズ、ドラ自分だけのね、音楽に関係ないことじゃなくて音楽のをしたいっていうのが一番心がけてることですかね今。あの一日の中でね、こういっぱい演奏してもその瞬間瞬間にね、あのそういうの思ってるでしょ、やっぱり。もうそれに尽きるよね、うん、結局は。だからもう自分がの自己満足もクソもないから、やっぱりそこに溶け込んでこそ、まあ、当然さ、昔ラジオ高校の時なんかさ、いかにあのフレーズこれ押し込んでやろうとか、ね、うん、まあ、それもっかり考えてるけど、やっぱりプロの世界だとそんなもの全くね、いらないってことは嫌でも気づかされ、うん、それでも日々そんなことようにいかないこともあったりしてね、うん、もう反省の日々みたいな、うん、それを一番気をつけたんですかね、うんうん、なるほど。じゃあね、うん、まあそれはまあある程度でもベテランになってこないとわからへんよね、本当にいい音色と、まあそこに必要なことと必要な、ね、そうですね、いかに馴染むかっていうことと、まあだけで行くときは行かないとは、うんうん、遠慮するのとはまた違うからね、それは。だからじゃあお互いのそのドラムのプレイスタイルとかの違いとかをちょっと客観的に見て、ガク、うん、さんはジンさん、ジンさんはガクさんに、なんかどういう風な自分にはないもの、こういうところを持ってるとか、なんかちょっと教えていただけると。いや、分かりましたか。ね、で僕でも昔フォーンズやってた時もそうやけど、まあ、CD を聴かせてもらってもさ、ものすごいやっぱリズムが気持ちいい、まずポケあのっていうね、こうスネアの位置とかさ、あ気持ちいいなっていうね。うんうん、だからそのさっき言ったその音楽、すごい音楽的、うん、な感じがすごく楽のいいとこかなといつも思うね、こうあの聴いててこうグループが気持ちいい、うんうんうん、ほんまグループ聞いたことないな、嬉しそうですね、まだ初めて聞いたな、ね、そういい貴重な意見ですね、うんうん、あとやってるのがサンキュートランプロジェクトの、そうそう、ああいうのもすごいやっぱりね、やっぱりこうすごい気持ちいい、うん、うん、3級ってもう10年前になるね。そう、あれでももう今4級だよ。今4級。なんかもう。もう今度6級。ね。いや、待ってなりね。もうやっぱそれなりに、あれかな、成長してる部分もありの、でもまだまだ、これから、うん、まだまだやから、ほんまに、でもお互いそれがあるから、ちゃんと続いてんねやなっていうのはあるね。だからガクさんは逆にジンさんに対してなんか、いやもうそれはもうしょっちゅういつも言ってるけど、もうとにかくしげちゃんはだから、まあだけど羨ましい部分はそういう手数だったりするけど、結局はでもじゃあなんでしげちゃんが今ちゃんと活躍できてるかっていうのはちゃんとその場にあった、うん、だからそこがしげちゃんはそのドラムだけに限らずちゃんと 場の空気を読むっていうのは昔からやっぱできてたよね。でみんなでこう楽しまさせるっていう、こうサービス精神とか、そういうのがそのままドラムにもやっぱ反映されてるから、まあ、これはやっぱりこう他のミュージシャンからしたらしげちゃん使いたくなるっていう、うんうん、理由やなっていうか。でこれね、今は亡き星真紀人っていう、うんうん、まあ、共通 の知り合いがピアニストがいて、まあ、真紀人なんかにもよくね、あいつもなんかはっきりもの言うやつやんか。で逆なぜガクとシゲちゃんは同じようにドラム上手だけどさ、なぜシゲちゃんの方が呼ばれるか分かるとかよく言われたわけ。本当で言うの？シゲちゃんはさ、ちゃんとこう合わせられるんだよね。だからあれはだからまあ、マキちゃんでもね、本当ありがたい存在って、だからもう本当はっきり言ってくれるわけ。うん、まあ、だけど逆に俺のこともちゃんと認めてくれるから、うん、そういうことをもちろん言ってくれるやろうし。
まああの世行っちゃったからね、でもマキトは、うん、でもまた繊細でいいピアノを弾いね、うん、あの弾いてたんやけど、ね、もう亡くなっちゃったから、うん、まあ、そういうあのいいピアニストがいましたというね、まあ、だから本当にしげちゃんそういうところもうそこがだからまあ 俺なんかもあのなんやろなこうしげちゃんの方が手数多いしいろいろできるけど結局俺の方がなんかなんだかんだやんちゃになっちゃうというかいざ始まったらね結構余計なことやっちゃうねんな、うん、俺と、まあ、まあそれいいとこでもあるんちゃうある意味未だにある意味だから安定感がないわけよなんかまあフォーンズとかあまりにもその考えてやる、うん、型にはめてやる部分に関してはちゃんと自分もある程度作り込んでるなんかね言おうとすること分かるわセッションとかになっちゃうと、うん、ジャズ系になっちゃうと俺結構やっちゃうねんなむちゃくちゃにだからそれってあの、うん、元々持ってる性格ってなかなか変えられへんのかねあそうやねそれは言えるでキャラクターってなんかその始めた頃と一貫してるなんかってあるやん、うん、でそれはでもいいとこと思えば、うんうん、だから例えばこうさっき演歌じゃなくて演歌でもね、うん、歌謡曲でもね、うん、絶対そんなに自由じゃないって意味じゃなくて、うん、自由に叩いちゃいけないじゃないフィリーに書いてないとかやらないし、ね、フィリーまで書いてあったりするし、うん、でそういう中でさそれでやってやればいいやと思ってね、うん、やるというよりは学校はその中でさ、うん、自分を出そうとするわけで、それはいいことだよね。やっちゃうね。ここは自分だったらこうしようとかいうね、うん、個性を出していくっていうのはね、なかなかいいんじゃないそれで。そうね。だからまあ出そうと思ってやってるわけじゃない。やっちゃうねんな。でそれ後で聞いたらさ、それが良かった時と、うん、なんでこんなこと知って、そうね、あると思うけど。安定性。まあそれも人生なんじゃないかなとか。そういうのも。だって今までに多分あの間違えたこといっぱいあるでしょ。間違えてます、まあ、あの。いろんな間違いあるやん、この仕事でね、まあ、僕やったらこうテンポ全然違うテンポでカウントしちゃったとかさ、いろんなことあるやん、もうなんか今思い出しただけであの時のみたいなね、そういう演奏もそうやね、あの時なんでこんなことしたんやみたいな、うん、それ繰り返して成長しててもまたやっちゃったりとかね、うん、まあでもまあお互いこれだけ年を重ねて今もだって来年50やからね、うん、でもしげちゃんはまだ48？ いや9になったんや、もう49になったんか、うんうん、じゃあ一緒やな、49でであのあこの前の誕生日で49になったからそうそう一緒で一緒5月やね5月そう俺は6月ね6月かそう6月8月そうでこのね6と8のあの違いが意外とこの2ヶ月の違いっていうのがあの結構でかくていやでかくない同級生の中では違うケイスケとって、うん、ねホーンズで、うん、あのベース弾いてあのケイスケも俺だと同い年でケイスケは確か持ったことやね、うん、そしたらいつもなんかあのホーンズで地方回ってた時とかにこうインタビュー受ける時にな、うん、あの今年いくつなんですかってあでそこで買うわけだそうやね俺が32や言うたらケイスケは知り合いと言って僕は31ですとか言うわけおい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 みたいになるやんほんでなんか俺だけが年1個取ってるみたいな感じでケイスケ全然同級生とか空気出さへんそういう意味で2ヶ月が重要っていうのはそうもし7月に僕来てたら俺49やけど48やけどそうそうそう年上みたいなわけねそうあそういうこと同級生やからみたいななるほどそう結構だからそのあれも微妙やな、うんうんうん、まあだけど同いですよでお互い49でもう次50なんか あるの50抱負はないねないまあ、まあ、ないのがまたっていうか多分まあ同じ多くないというか逆に言うともうその時ずっとこうあの日々こう更新するようなあの気持ちではいるしね、うん、なんかこう今日より明日の方が楽しいと思うよねまあちょっとこう50までってわけじゃないけど、うん、曲書きたいなと思ってるよね自分で作曲よく書いたことないな。そこは書いたことあるよ、俺。そこがね、やっぱりこうアレンジとかして入れたから、うんまあ、今度は CD 作るときはそれ入れたいなっていう。まあさ、うん、あ、じゃあ曲書こうよ。書けるよ、そんなもん、なんぼでも。いや、やっぱいい曲じゃないと入れたくないやん。なかなか、ね、やるからには。うん、バラード。ね。うん。極上のバラードいく。いや、だからこう作ろうと思ったら作れるよ。まあ、そこで納得いくかどうかっていうのはなかなかね。まああんまりそんな細かいこと考えずにいっちゃうもう鳥で、まあ、インストとかって特に余裕で作れるやろさあまあだよねメロディーだけやったらねコードつけなかったらつけてもらってねそうだな全然つけてもらえばいいよメロディーだけでしげちゃんのあのメロディー自分で歌いながらドラム叩いてでコードつけてそれでいいやんまあねそれは作りたいかなと思ってダラッタ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 ッ自分で好きにメロディー歌いながらねじゃあそういうそれが方法ですね、はい、じゃあ次、はい、最後の
ご質問なんですけど、はい、今あの、まあ、滝川校長として GT ミュージックスクールというのをやってるんですけど、はい、それについてちょっと一言いただければと。ああ、しげちゃんもやってるからね。あ、でもまあ、まあ、こんなことね、うん、でもこの昔家で教えてる時からしてレッスンしてるのしてたけど、うん、家でね、はいはい、でその後西川口のあのここじゃこの前だね、そうそう、この西口の方ね、その時よく遊びに行ってて、ほんで気づいたらこうビル建ってびっくりして見た時にええー、と思って、うん、それ今日初めて来てね、こんなおしゃれな空間が、うん、ね、床はいい感じだしやね色は揃ってるしも、うん、すごい、まあ、とにかくすごいなと、うんうんうん、駅前のこんな場所、うんうん、ね、いいとこに、うん、ただ僕もドラムソロしてるからねあれだけど、まあでこのさっきこう見て置いてあるみたいな教材まで、これあーそうそうそう、これな、これだからこれ、でもこういうのも今だからここのね、要はね、あのビルオーナーである、まあ、高橋さんという人がいて、うん、まあ、要するにその方との出会いが全部ここに結びついてて、このビルもそうです、うん、だからその要するにもともと生徒さんやったわけ、そのまあ今も生徒さんなんやけど、うん、向こうの西口時代に出会った生徒さんで、それであの来てくれてた、うん、その方がたまたまもうそのすごい大企業の社長さんで、ですごくこうあのやっぱり年も俺と近いわけよ。あ、そうだ。だからそれこそその高橋さんも X が好きで、うん、X に憧れてドラマ始めて、割とこの同じあの時代をこう生き抜いてきて、その中で、うん、まあ片や高橋、俺らはもうずっとドラマにそのまま熱中してんで、もうあの高橋さんはちゃんとあのそのビジネスの方で成功して、であの来て、それでまあ俺と出会って同じ年も近いし、だけどその俺のそのやってることすごいいいから、うん、じゃあこれをもうちょっとあの形にして伸ばして、うん、もっともっとまあみんなにこうドラムっていうものを広めていくのを一緒にやりましょうって言ってくれて、それでまあビルも建ててくれたりとか、あとこのメソッドもその高橋さんのアイデアで、この教え方がすごい上手やから、それをとにかく自分俺一人だったらもうその当時からもう常にあの生徒さん50人以上いるような状況やから、もうそれ以上教えられへんから、じゃあ自分そのノウハウをちゃんと形にしてもっともっと広めれるようにあのしましょうよっつって、とにかく作ってって言って、コロナが始まってから、うん、でコロナ禍でも必死でこうちょこちょこちょこ作り始めて、初級編ってことはこの続きがまた、あ、中級編ももうすぐできるんやけど、もう今月あのちゃんとすごい、ね、本になるんやけど、これ全部作ったて、そうそうそう、分かる、見やすいね、これ、そう、これだからその高橋さんのおかげで、ほんまにこういうのがなかったら、ね、自分ではだから頭の中にあるものをとにかくやってたっていう感じやったから、うん、これ8ビートの腹型いうのはあのニコちゃんが練習してたやつ、そうニコちゃんやってたやつ、ね、そう8ビート、あれ何回か見たけどめちゃめちゃ上手くなってね、そうどんどん上手くなってるよね、この腹型の時で、あとあのサングラスしてる時みたいな、そう俺の娘がね、うん、今あの一緒に夏休みあの毎日俺教えてて、これ QR コードでこれ曲も買うの、あこれ QR コードをかざすと、そこのこの曲が入って YouTube に飛ぶわけ、すごいね、それでそれをみんな聴きながら、あから聴きながらできる、そうそうそう、まあ本当にそういうあの今時のやつもちゃんと、お前ね、うん、でもこういうのあったらでもほんまにあの楽やで、お前、ね、次はもう作った方がいいよ、ほんまこれ絶対にいいものはどんどん取り入れて、うん、今は何あのちぐちゃんもでも本当ドラムスクールはずっとも 長, い、ね、長いことやってて、ジーン重村ドラムスクール、あジーンドラムスクール、ジーンドラムスクール、うん、ジーンドラムスクールってのやってて、そこももうずっとなんかあの安定したあの生徒さんの数がいて、まあ僕は、まあ、今のところで20年かな、うん、あの20年大山で、そうすごいよね、その前は違うところでやってるから、うん、あのライブハウスやったからね、うん、ライブハウスだって 夜できないじゃない、うん、昼間借りて、うん、でそれでなんかそこでダボスタジオに知り合って、うん、大山でやることになったって、うん、で今だから30人ぐらい近くかな今は生徒さん、でもすごいよね、来てくれてて、うんうん、素晴らしい、もうずっとやってるもんね、うん、スタの渋いスタジオがあってあの大山にね、うん、なんか昔ながらの知ってる人は知ってると思うけど、そこでしげちゃんもやってるんで、ジャズっぽいことをやりたかったらぜひしげちゃんのところにね、行ってもらってっていうことで、はい、こんな感じかな、はい、じゃあ今日はですね、はい、初回ということで、陣重村さんと
滝川学社長もうねついつい喋るもうまだまだねはっきりと俺としげちゃんが喋りだしたらもう何時間でも本当はねまだまだ喋り足りへんねんけど、まあ、とりあえず今日は初回ということでこのぐらいにしといて、はい、またちょっと機会があったら第2弾もね来てもらってねこの後ちょっとあれですかせっかくなんでもう喋ってばっかりとお前らほんまにドラマーかって思われそうなんでちょっとプレイも見せていただきましょうか、ね、プレイもねはい、はい、それでは今日は陣重村さんでしたありがとうございます、はい、ありがとうございましたはいということでまあ、今日せっかく重ちゃん来てくれたんで一緒になんかドラム叩くのほんまに久しぶりなんやけどもまああえて何も決めずに適当にゆるーくいろいろやってみたいと思いますはいということでしげちゃんぜひゼルコバゼルコバちゃんをThank you.
きすぎや。両国相変わらず必死でした。最高です。素晴らしい。どうでしたか、ゼルコバは。いいね、なんか気持ちいいよね。なんかね、自然やね、まずね、うん、そう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 、何これっていう、そう、何がなんかもう、スーッとこう、なんかね、いや、よくなってんねんけど、全然うるさくない。うるさ、そう、それやね、ほら、やっぱ俺と同じ意見やね。なんかさ、スケールはさ、普通のトラフのなんか十分ぐらいでかいね。そうやな、うん、でかいねんけど、うるさくない。うるさくない。だから、でも倍音じゃないんだね。こうミュートしたいなっていう音じゃなくて、うん、そう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 、ほんまそうやねんな。だから今3倍とかノミトでもさ、大丈夫ね、ちっちゃい音も出るけど。